市町村の地域防災の要、消防団員。大規模災害へ立ち向かうために欠かせない存在です。しかし彼らの振る舞いはどこかぎこちない。そう、彼らは新人消防団員、消防団のルーキーたちなのです。今日はそんな新人消防団員たちの訓練の様子をお伝えします。名古屋市では消防団に入団して間もない団員に対して新任教育というものを行っています。消防団の活動に一日でも早く慣れてもらうため、中村区では消防署に集まり集合研修を行っています。訓練だけでなく座学も行われます。消防団の法的な位置づけや組織の在り方について学んでいます。皆さん熱心に講義を聞いています。ところでどういった理由で彼らは消防団に入ったのでしょうか。消防団に入ったきっかけはいかがでしょうか。まあ、亡くなった父親がよく言ってたことが、人の役に立つことを何かしろとか、地域のために何かをやれということをずっと言ってました。僕自身50歳半ばになり、子供ももう子育ても終わったという中で、まあそういう 時期に来たかなと思い、消防団に入団を希望させていただきました。ゲッツェッツェッツェッ。今行っているのは訓練例式。災害現場での消防団活動に必要不可欠な規律を学ぶ訓練です。こんなふうにこう多分前に来るなと思ったんで、多分胸を張らないと。胸を張るんだけど、横がまあ自然と、もう職員がですね、もうやってるのでずっと、はい、体に染み付いてて、その癖がやっぱり皆さんリラックスした様子です。彼らは消防団に実際に入ってみてどのような感想を抱いているのでしょうか。そうすると自動的にこの角度、まあ、60度ではしない。それでは入ってみた感想はどうですか。入ってみた感想は、思ったより厳しくなく、みんな仲良く活動ができるので、ぜひみんなで協力したいなっていう思いのある方は入ってみたらどうかなと思います。形で延長してください。はい、では行きますね。行きます。操作始め。二重巻きホース延長、よし、いや、先生何でもいいですよ。先方よし、後方よし、上手ですね。次の訓練は火災現場で使用する消防用ホースの取り扱い訓練です。全長20メートルのホースをきれいに伸ばすことができるよう訓練を行っています。慣れないホースを取り扱うのは難しく、うまくいかない消防団員さんも。他の先輩団員の感想についていかがでしょうか。
他の先輩は、非常に勤勉で率先的に動ける方ばかりで、私も見習いたいと思いました。訓練を重ね、そんな先輩消防団員さんに負けないようなホース延長を目指します。前方よし、前方よし、後方よし、虹巻ホースが延長よし。最後に実施した訓練は消防隊の消防車からの放水訓練です。消防職員の指導にも熱が入ります。これがストレートという感じで、ここでやるんで、大規模災害に備えて名古屋市では消防団と消防隊の連携を促進させています。消防団員の皆さんにも消防隊の資材を活用できるように訓練を進めています。じゃあ今日の訓練の感想はどうでしょう。皆さん分かりやすく説明していただいたので、すごく理解できたし、これからどんどん活躍できたらなと思います。名古屋市の地域防災の未来を担う消防団員、皆さんのこれからの活躍に期待させていただきます。